V プレス動画をご覧の皆様、はじめまして。パチスロ必勝本の梅谷慎と申します。ほんとね、はじめましての方も多いと思うんですけれども、私初めて、V プレス、そして、こちら「うちくる」に出させていただくということで、今回かなりドキドキしてる感じなんですけれども、今日は、D ステーション、坂戸店さんですね。僕、この店も初めてです。初めての動画に、初めての、ホールで来たということで、逆だったな、今初めてのホールに初めての動画ね、はい、できたと。いきなりもうちょっとね、若干緊張してるんですけれども、やることといえば普通にパチスロを打つということで、僕のことをご存知の方は、分かるかもしれないですけれども、僕ちょっと結構勝ちに行くタイプなので、皆さん他のライターさんがどういう打ち方してるか分かりませんけれども、僕は勝ちに向かっていこうかなと。で、本当はできるときはいつも下見をしたいんですけれども、今日はちょっとね、遠かったということで、行ったら戻ってこれなくなる距離だったんで、下見ができてません。なので、いつもはね、いろんな動画で下見前提で喋ってるんですけども、逆に下見できなかった時という感じで喋っていきたいんですが、ちなみに今抽選前ですから、まず、抽選を受けて入場番号を決めてから、その番号によってなんですけれども、一応やっぱり台数の多いところと、あとは、人気のあるところ、というところで、台数は、一番多いわけではないですけれども、朝はとりあえず一番積もって嬉しいというところで、バジ、絆とか打ちたいなとは思ってるんですが、それは抽選番号次第ということで、まずは抽選受けに行きたいと思います。じゃあよろしくお願いします。引こうと思ったら触るやつだった。これ触るわけですね。ございます。はい、画面の白いボタンお願いいたします。マジで？マジで？僕一桁だったら気まずいなっつって、十何番ぐらいが理想だなって言って、だいたい40何番だよって話を今スタッフのみんなとしてたんですよ。164番。あれ？ケツじゃないこれ？いやー、ガチですね。いいですね。やべえな。僕一番ケツ説があるんですよね。整理券引いた中で一番後ろだったんじゃないかっていう、ものすごい逆境ですけど、頑張ります。見せてやります。はい、今入場が始まったんですけれども、僕は入るのはまだ当分後なんで、少しお話でもしようかなと思うんですが、まずこういう番号を引いた時は、結構もうみんな絶望だと思うんですけども、単純に言うと163人が選ばなかった台を取るということなんで、それは逆境からのスタートなんですが、それをしっかり自覚すれば、要はでも空いてるかもしれない、でもまだチャンスあるかもしれないって思わずに、もう最初からマイナスのスタートだと思って、だから要は朝一から打ちに来たけど、自分だけ、出遅れたじゃなくて、朝2の中で最も早いぐらいだね。本当抽選を引かなかったぐらいの気持ちで、抽選引かなかった人の中じゃ一番最初に入れるぐらいな気持ちで、もうこれぐらいちゃんとゆっくり入場すると、もう結構返還の類とかもやられちゃってると思うんで、その辺もむしろ自分でやるっていうよりも、人の様子を見て、もうすでに入ってる人の様子を見て考える。で、朝一一発目から積もれるとはもう思わないです。だって163人が選ばなかったで打つわけですから。なので、ヒントを得つつ、もうどうせ朝一は特に今回下見してないですから、スカったものだと思って、プラマイゼロのところからスタートだと思ってやろうと思うんで、その辺もね、こういう番号を引いてはもう諦めるんですけれども、なんとか勝てるってとこをお見せできたらなと、予定外ですけどね、思ってます。お客さんの層を見てると、ガツガツ集まってきてる若い人だけじゃなくて、地元に住まれてる、年配の方も結構おられるんで、地域密着型。プラス状況がいいと思うんで、若い人も集まってきてるみたいな、一番お店が盛り上がるタイプだと思います。ちょっと待って、俺マジケツなんだけど、抽選受けたからガチケツ、そんな人いるマジケツか。おはようございます。マジケツ、もうみんな打ってるし、もう俺絆もう埋まってるの見えてるし。おはようございます。漫画も充実してますね。これね、地域密着型のお店が多いんですよ。おはようございます。花火開いてんな。何も取れなくなること考えて取っとくか。あ、音ある、セリあるし、やべえ。花火、スロット魔法少女まどかマギかで、バジ2もかで、絆。このボックスは今の機種はもう全部満席です。で、今の機種が満席だった時点で、そういうみんなが6だったらいいなと思う機種に設定が入ってるってことがもうほぼ確定です。朝一この100万100人以上いるお店に抽選に来て、その辺の台が埋まるっていうのは、まあ、有料店の証ですね。で、まあ、もちろん北斗の友も満席と。で、まあ朝からそんなバーって人がつく感じじゃないですけど、凱旋も、ハーデスも1列ずつだから、要はゴッドボックスがありますね。なんで使ってなくはないと思うんですけど、ただあんまり僕朝からこの子打ちたくないんだよな。今さっき出目を見てたら、出目がいかにも子役狙いで作った出目なんで、ガックン効くかもしれないです。でも効くんだったら多分常連さんがやってそうですけどね。あとジャグラーにちょっとその、まあ、ジャグラーってお店によって使い方が違って、すごいメリハリのあるところもあれば、まあ、中間をいっぱい散らすみたいなお店もあるんですよ。でそれはどっちがいいとは言えないんです。中間を散らした方が、密着型の場合地元の人たちが楽しめる。で、若い人たちがガツガツ来るお店だとそういうメリハリ型にした方がいいとかいろいろあって、まあ、多分客層から見るとそういう平均的に E 型にしてそうなんで、あとデータをなんとなく見ても、なんでちょっとね朝からジャグラーは行きづらいですね。でだから若手が結構ジャグラー行ってないと思うんです。特にさっき見たマイジャグ2は6とかが入ってると今のプロに一番人気ある機種なんですよ、実は。なんでそれが空いてる時点で、やっぱそういう感じじゃないのかなと。満席だね、あなあな満席なんだ。あれ、置き時も満席。いや余裕持って台取ろうと思ってたんですけど、それどころか打つ空いてる機種がないぞ。いやちょっとこれもありかなと思ったんですけど、ちょっとね出過ぎだわ昨日。やべえな、あれいつになったら打てるんだ俺。待って、マジで空き台がほとんどないんだけど、どうしよう。とりあえず取りましょう。いや正直1時間ぐらい様子見したいですって言いたいんですけど、これ動画なんでね、嫌でしょ僕が1時間経ってる様子見るの。はい、それではまあぶっちゃけ、しょうがなくですけれども、パズルゴッドイーターの方を打ち出していこうかなと。まあ、しょうがなくっていうのは、僕はパズルゴッドイーターは好きなんですけれども、まあ、前日、すごく出てる、まあ、一撃22連打がした台で、なおかつ、まあ、僕は164で入場して、しかもしばらくうろうろして唯一空いてた、パズルゴッドイーターということで、まあ傾向的にこういう台に入るんだったらもう取られてると思うんで、一番本当に皆さんが選ばなかった台ということなので、まあ、僕は残り物に服があるとかいうオカルトは基本冗談では言いますけど本気では思ってないんで、この台は、まあ、ちょっととりあえず行こうってだけです。あ、でも一応学校しましたね。まあ、山園学校難しいんで、もしかしたらしてないかもしれないですけど多分したと思うんで一応変更していると思います。ただまあ、昨日の出方がちょっとね一撃なんで分かんないですけれども、まあ、昨日出てる台がガックしたっていうと一般的には、下げの可能性もしくは前立の可能性もあるんで、で今一応ね店内ぐるぐる回ってる途中で置き時の島が結構もう20分、今20分ぐらいなんですけど、でほとんど当たるぐらいの勢いで当たってたんで、まあ、前立の可能性が高いと。まあ、置き時あたりだと前立自体が売りになるんで、それで前立してる可能性もあるんですが、まあジャグの、若手がいかなさとか見ると偏安対策がばっちりっぽいんで、まあ、時々みたいなキスだと前立、で、まあ、ジャグだと出目変えるとかなんかやってると思いますから、これがガックしたのももしかしたら持っていた前立かなっていう気がするんで、あんまり気にしないようにします。まあ正直ね、ものすごい逆境からのスタートなんで。ここでねちょっとやけ気味に凱旋だっていうのもありだったんですけど、ハーデスだっていうのも、まあ、それすると例えば僕は変な話、無理やり打った、パスロボット板でもね、使ったのは200枚なんですよね。200枚もいってないぐらいなんですけども、この上にいっちゃうと様子見で1000枚ぐらい使っちゃうんで、もう取り返しがつかないということでね、ちょっと無理やり打つにしろ機種は考えなきゃいけないです。ちょっとね、花火とか打ちたかったな。でこれ僕いろんなところでいいんですけど、今花火こうさーっと見てるように見えて、一応ねみんな子役数えてるかなっていう、もちろん脳内で数えてる人いるんですけど、今時だとほとんど、スマホもしくは子役カウンターで数えるんですよね。なので全部いちいちメモってやると失礼なんで、うっすらでいいからどれぐらいの人こうやって数えてるかなっていうのを見ておきます。で空き台になった時に、別に花火だったらそれでも打てるんですけど、500数えてた人がやめた台は、ちょっと期待度が低いという、自分の中で。でそれジャグラーでもよくやります。でジャグラーに関してはもうパッと見今の時点で500数えてる人がどれぐらいいるかなっていうのが、普段の、どれぐらい、構成値を使ってるかっていう。例えばさっき言った、どっちがいい悪いってはないんですけれども、中間メインのお店の場合はこういう数えてるの少ないです。で、もうメリハリの場合はこういう数えてるの多いっていう。少なくとも僕が今日一日今朝から来て30分足らず判断することよりも、いつも来てる常連さんとか近所の人の判断の方が正しいんで、それをこういうところで判断する。で今現状あんまりいないですよね。で一方こう花々はねいるんですわ。で朝の客付け物語ってましたよね。花々は期待されてる感がすごいあるんで、花々は使ってんだろうなと。でだから例えばジャグラーと花々、確率は違いますけれども、同じぐらい、レギュラーがすごい当たってる、ビッグが引けてない台がどっちも相手だとしたら、レギュラーとビッグの確率差から言うとジャグラーの方が上なんですけど、このお店に関しては花々に行った方がいいんじゃないか。それが状況的、数字の判断の仕方だ。本当ただ数字だけで判断して、例えばシミュレーターかなんかに入れて、どっちが鉱石との完成高いですかってジャグラーだとしても、お店的にどういう扱いをしているかっていうのが違うんで、そこでの判断も大事になってくる。俺真面目だな、すげえな。結構他のお店だったら空き台がいっぱいある機種も、この列も満席。いやー、でもこのねお客さんの活気が状況を物語ってると思うんですよね。朝からがっつり来てがっつり回すぜってお客さんがこんだけ多いってことは、普段から状況がいいんですよ。おっ、この人子役数えてましたけどね。子役数えてたけど花火が1台開いたんで、もう花火かよと思われるかもしれないですけど、しょうがないです。映ります。開いてるよな。意外と開くんですよ。開店が35分ですよ。ビッグ2回引いて、多分ビッグ2回引いて、しかも多分ね、この花火ギリギリまで開いた花火なんですよ。取ってた人の番号がすごい遅かったんで、なんでこういう昨日そこそこ出てるみたいな傾向の台には入りづらいんだと思います。悪条件重なってますけど、同じような悪条件でなぜパスロボットみたいなこっちを選ぶかっていうと、花火は設定1でもキャメラが 100% 超えるからです。そこ強みなんで、移りましょう。はい、それでは移動してきました花火、ちなみに現在271ゲームで 1.2回、多分ですけど、ここで打ってた人は小役は 100% 数えてたんで、小役は悪かったんだろうなってことですが、一応僕数えます。で僕数えてながらも前の人が小役悪かったからやめたってすでに矛盾して、もう1個矛盾させてもらうと、僕通常時の小役確率もちろん数えるし参考にしますけれども、そこまで当てにしません。変な話、花火は1でも上等で打ってることが多いからってだけじゃなくて、結構今まで高成長と思われる台、ビッグ中に外れを引いた台が小役確率悪かったことめっちゃ多いんで、すごい判別が難しい台だと思ってます。ビッグ中に外れが出ないと確信できないです。ただその代わり1を打っても理論上負けないんで、僕は軽い気持ちでって軽い気持ちでやめることが多い。これ今多分遅れましたね。遅れってねちょっとむずいんですけど、遅れたらもちろん左から押してチェリーを否定させて一角もできるんですが、よく流行ってるのは右押しですね。右上段枠上ぐらいにドンチャを狙う。でちょっとすごい嬉しい感じが当たってるんですけど、一応法則を申し上げますと、まず消灯の法則は遅れて、これどっから押そうと同じなんですけど、遅れて消灯した場合はこの時点でレアチェリーかボーナスで消灯しなかったら普通のチェリーかボーナスで、レアチェリーの場合は逆から押すと必ず上段にドンちゃんが止まる。なのでレアチェリーショートはレアチェリーを示してて、出目はレアチェリーを示してないんで、これもうボーナス確定と。でちなみに、枠上にドンちゃんが止まると赤7確定、上段にドンちゃんが止まるとドンちゃんと、ドンビッグと赤7ビッグで、ここまで滑ると基本レギュラーですけど、たまにビッグもある。はい、レギュラーでしたね。よし、今日初ボーナス。いや、もっと言うならばこれ、うち来る初ボーナス。今ですね、レギュラー分のコインが飲まれました。で、なんだったらちょっと、誤訳がいいですね。いいんですけど、ここであるかもみたいな変にポジティブに考えず、とりあえず、一応今は1だからじゃねえよ、1でもいいからっていう理由で打ってるんだなってことをちゃんと自覚して、他にね、もっと勝てる可能性のある台、今日はちょっとね、やっぱり動画なんで、ちょっとポジティブ気味に無理やりいきますけど、それは機種選択ってところで、花火に関して無理やりポジティブにいくのはちょっと違うと思うんで、これ、本当はもうちょっと追加としたいんですが、続ける可能性かなり高いですが、一応見て回りたいと思います。お客さんの期待度がすごい高いわ。花にね、どういう感じの設定の入れ方をするか知りたいんだけど、これが無理に高速だとするんだったら、前の日は割と中間を何日かしておいたっぽいな。これは多分高速ですね。逆にこんだけ回されてるんだ。のへこみ6日前は、前日思いっきりへこんでればありみたいな感じかな。どっちかっていうと花々とか割と単純なやり方するみつでもね、ちょっと前まで多かったですよ。最近やっぱ若手が打つ台になっちゃったんで、追い詰めちょっとひねるようになったんですけど、前までは本当ね、若手があんま打たない台だったんで、僕は結構積もったんですけど、最近ちょっと積もりづらくなりますね。花々はチャンスありそうですね。時々あかね、B狙いとかできるかなと思ったんですけど、できねえ、これすげえな。今遅れたっしょ、今遅れたはず。今はもう遅れたと思うんで、バー狙います。揃った、嬉しいけど嬉しくねえ。これで追加としていくらしたんだ、分かんなくなっちゃったけど、追加投資が6ですね。総投資が12。よし、やりましょう。いや、今この動画見始めた人、そういうシステムじゃないんだけど、今こうピーって伸ばして見ちゃった人は、俺が引いたみたいに見えてるでしょ。これお客様が引いたやつ消化しろって言われてるだけですから。頑張ります。3だし、カウントだし、早いわ。めっちゃ暑かったよ。よし、もしかしたらこの動画一番の見せ場がお客さんの代かもしれないけど、よし、普段やんないですから、皆さん頼まれても俺やんないですからね、たまたまですからね。いや、でもよかった。でね、フラッシュが熱いの出てもいいし、普通にもちろんこれが外れたら当たりですから、意外とあるんで。遅れた。おーし、1角です。ここ狙ってこの形指定してくれれば大体ビッグなんですけど、大体レギュラーっすわ。レギュラー揃ってるな、これ揃ってる。あっ、かダメだな、逆だったらまだそんなな。レアチェ、お3連花火。いや別にね、これ確定じゃないから、力圧なだけだから。これで外すとショックでかいな。なんで1枚掛けしねえよ、1枚掛けしちゃったよ、強すぎるだろ。3枚掛けで遅れてない単独狙いいきますか。これもうリプレイなんで玉井がつくこと待ち、つかない、多分ダメな気がするな。あっ消灯してる、チェコツ狙い、ああ来ましたよ、美しすぎる二角、そのまま揃ってよし、やっとビッグ引いたよ、もう長かった。追加投資94枚ドン引きです、よかった。はああ、このまま俺ね内黒初めてでビッグ引けないんじゃないかっていうね。一応ね、ビッグ消化手順を、軽くですけどお話しますと、1回だけ左、中段に赤らのビタをします。これ何回失敗しても大丈夫です。はい、イップスなんですね最近動画の花火打つことが怖いんですよ。はい、1回失敗したんでね、1回だけ斜め風鈴を数えるサンプルが減るんですけれども、一応ね中右とも氷狙って、氷が揃ったら斜め風鈴でしたと。あとは、逆から押して、斜め風鈴を数えていく。まあ、手が震えてきたりするんですよね。やばい、緊張してきた。違うんです、結構僕はパチスロ動画出てるの長いんでバンバンピタッシュとかもやってるんですけど、急になんかやってくるんですよ、一発的なやつって。一回なんかふとした時にミスって、あれ俺大丈夫みたいになったら変な緊張感がねどっとくるんですよ。これ言い訳じゃないですよ、やる前から予防戦やってるわけじゃないですよ、ミスるんですよ。だから予防戦っていうか、もし今回全部成功したらわざわざ言わなくていい恥をかいてるんですよ、俺はミスるっていう。この動画が僕を見るの初めての人は、僕がもしパパパってやったら、あこういうのうまいじゃんってなるところを、わざわざ失敗、最近失敗するんですって言ってるっていう恥をかけにいってるんですから。でこうやって言うことで余計緊張するんですよ。ミスったらもうね、今日花火打つ資格ない、機械割り100超えなくなるから。めっちゃ練習してるね俺、斜め風に1回もしてない。チェコチェとか見えるんだから、バーなんてもういつでも見えるんですよ。ただなんかね、タイミングが分からなくなるんですよこれね。何もなかったら、氷と、チェリーと、RT の、上位に上がる突入のリプレイの可能性はないです。でフラッシュすると、花火チャレンジ中、この最初の RT 中は、風鈴と、チェリーと氷どれかで、それじゃなかったらボーナスです。ちなみに花火ゲームになって上位の RT に行った場合は、チェリーと、氷かボーナス。これ2角したりするんですよ。氷でしたね。逆にだからこのフラッシュしてないのに氷やボーナスの出目とか出たら2角ですよ。でちなみにチェリーと氷が、必ずフラッシュするんで、ってことは、取りこぼす怖くはないんで、どっから押してもどんな押し方しても大丈夫です。だから僕意外と3連ドンと狙ったりするんですね。ドンっていきなり止まったりしますから。チェリー大体チェリーなんです。あレアチェリーだから、これで音楽止まったりしますよ。あれ逆に来てくんないな、来てくれないはくれないで、なんかちょっとなあ、来た来た来た、ほらわかりますこの俺の手の震え、緊張してるんですよ。まだ失敗しないっすよ、ほらしないの、期待しないで。ここにね、一応これさっき説明してなかったんですけど、斜め氷の形でワクワク上にドンちゃんがいると斜め氷はボーナスなんですよ。でそれこうやっても覗いても見えないんで、ここに切れ目があったらワクワク上にドンちゃんがいるってことですね。で今はフラッシュ出てないんで、もしそれが出てたら味覚だった、ただ出てないんでね。でこれ氷の可能性ないです、適当の人も大丈夫です。これもですよ、大大体チリなんだよな。でもう7超えたんで、ナビで分かりますけれども、ここからリプレイが、突入リプレイが成立したらもう左から押したって大丈夫です。この適当に押していいですよ。はい、今のダメだよ、今フラッシュしたの。はい、これで左から押します。ちょっとね、外したらミスんなかった、レベル低い俺。はい、はい、おお、めちゃめちゃ綺麗ですよ、これ。結構レアなレベルですよ。枠上に、ドンか、バーでこの形よくなるんですよ。で、枠上が、バーの場合は、もう外れちゃった500オアボーナスなんですけれども、この場合は、枠上がドンちゃんなので、この形で普通に外れもあるんですが、上段に赤なるときは鉄板です。ほら、しかもリプレイじゃないしね。で、確か枠上ドンの場合はリプレイになるのかな。なんか外れてリプレイになるパターンもあるんですけど、純粋なリーチ目です。美しい、かなりレアです。でこれは、僕の経験上全部赤7です。ちょっとね、僕何回も言い訳みたいに言うけど、実は恥かいてるイップスであんまり目星ができないんですよ。いや、一応もう一個これは言い訳ですけど、そこそこできるんですけど、最近できなくなったんですよ、ビビッと。なんですけど、ちょっとね、ビタ押しで7を揃えると音楽が変わるっていうのがあるんで、逆押し限定です。7の場合は全部7、ドンちゃんの場合はどんどん3連動ビタ押しで押す。やってみましょうか。できたのかな、今。もうそれもわかんないよ。あ、できた。できた。できて喜んでるし、どんなレベルだよ、俺。一応ほら、板押し3回連続ぐらいできるんだよってことで、今日外しミスっても、イップスなんだ、人ってことかわいそうなやつだと思ってただくのやめてくださいね。はい、それと切れましたね。